忍びリフレ戦乱神楽。そばにいていただけますか。ことだったのですね。私にもようやくわかりましたわ。誰かのことを好きになる、誰かのことしか考えられなくなる、こんなことは初めてで、正直戸惑っていますけれど、私はあなたのことが好きです。突然の告白で驚かせてしまいましたよね。ごめんなさい。でも気づいてしまったんです、自分の気持ちに。私はあなたのことがとってもとっても大好きみたいです。今まではお裁縫のこととお勉強のこと、それに毎日のご飯の献立くらいしか考えることはなかったのですが、今の私の頭の中はあなたのことでいっぱいになっちゃっています。困りましたわ。こんなにも好きが溢れてしまっては他のことに支障をきたしてしまいます。でもどうにもなりません。あなたへの思いを止めることなんてできませんわ。好き、好きです。好き、好き、好き。何回言っても伝えきれない、それほどにあなたのことが大好きです。肩に触れられるとどうしてこんなにも胸がいっぱいに苦しくなってしまうのでしょう。ありがとうございました。あなたのマッサージからはとても優しい気持ちが伝わってきましたわ。ほぐし方が少しだけ独特ではありましたが、別に責めているわけじゃありません。心地よかったことに嘘偽りはないので。
さあ、マッサージのお礼に手料理をご馳走いたしますわ。もやし料理や野草料理なら大得意なんです。期待していただいても構いませんの。それでいっぱい食べて元気になったら、またマッサージをしていただけますか？こんなにいろいろお願いしてしまいますのはあなただけです。わがままな私を許してくださいね。ありがとうございました。すごくリラックスできましたわ。あなたに触れられると、それだけで体の奥が温かくなってきて、とても心地が良かったです。あの、これだけは伝えておきたいです。あなただったから、あなたが触れてくれたから、私もここまで心を許すことができたんだと思います。あなたにはたくさんの私をお見せすることができました。嫌な私はいませんでしたか？もしいたのでしたらごめんなさい。あなたが見て触れた私は全て幻でした。ですが偽物ではありません。あなたへの言葉は私の偽りのない思い、本当の気持ちです。私の気持ちが伝わったでしょうか。これから私たちがどのような関係を築けるか、環境の違いから一緒にいることさえも難しくなるかもしれません。それでも私はできることならば、あなたとずっと、今日は本当にありがとうございました。もしよければまた私の心に触れてください。
私はいつでもあなたを迎え入れますから。突然こんなことを聞いていいのか分かりませんが、あなたには好きな人がいらっしゃいますか？ぶしつけな質問だとは思いますが、できれば教えてほしいです。でないと私、今夜も気になって眠れそうにありません。私の好きな人ですか？私が先に教えればあなたも教えてくださると。約束ですからね。私が教えた後でやっぱりなしはダメですよ。私の好きな人は、申し訳ありません。なぜこのようなタイミングでお腹の音が。正直に申し上げますと、好きな人のことを考えたらもやしが頭に浮かんできたんです。もやしは人ではありませんのに、私恥ずかしいですわ。そうだ、あなたはもやしはお好きでしょうか？もしよければ今度もやし料理をご馳走させてください。今日のお礼に精一杯腕を振るいますわ。あ、愛情をたくさん込めておもてなしさせていただきますね。
しまったようです。なんだか不思議な夢を見ていました。いろんな私がいて、あなたと恋に落ちるのです。恥ずかしいですわ、恋だなんて。どうしてあんな夢を見てしまったのでしょう。日々の生活で栄養が足りていないのでしょうか。それとも何か満たされないものがあるのか。あるいは謎を解く鍵はあなたのマッサージにあるのでしょう。ですから、またマッサージをお願いしていいですか。あの夢の謎を解かなければ私は前に進めない気がするのです。そのためにも力を貸してください。私はあなたになら心も体もさらけ出すことができます。では早速マッサージで私の心に触れてください。また夢の世界にあなたと。私の中にこんな記憶が。ありがとうございます。あなたのおかげでようやく夢から覚めることができました。全ては夢だったのです。あなたがここに来た瞬間から。私の深層に眠っていた願望が作り出した世界、かつての学び屋へ少なからず思いが残っていたのでしょうか。そこへ迷い込み、まどるむ私をあなたが呼び覚ましてくれたのです。ようやく本当の自分を取り戻すことができました。私はホムラ・グレン隊の黄泉、仲間と共に忍びの道を歩む者。それが本当の私なのです。
夢を見る時間はもう終わり。私にはこれから大きな戦いが控えているのです。だからここでお別れです。私とあなたでは住む世界が違う。一緒にいることはできないのです。たとえどんなにあなたのことが好きでも。そんな顔をしないでください。好きという気持ちだけではどうにもならないこともあるのです。どうにもならない。ホムラちゃんが聞いたら怒りそうな言葉ですね。あ、ごめんなさい。ホムラちゃんというのは私たちのリーダーで、諦めるという言葉を知らない熱い女の子なんです。どうにもならないことをどうにかする、それが私たちホムラ愚連隊。ならば私の取るべき道は、申し訳ございません。お別れという言葉は取り消させてください。いずれ迎える最大の決戦が終わったら、また私と二人きりで会ってもらえますか。大好きなあなたともう一度こうして同じ時間を過ごせるように、私生き残って帰ってきます。必ず。こんな風に穏やかな気持ちで過ごせるなんて夢にも思っていませんでした。あら？どうして私から目をそらしていらっしゃるのでしょうか。そんな恥ずかしがり屋さんのあなたもお慕いしておりますよ。